よ今日が講義最終日ね。あ、すみません、授業始まる前に言っとくんですけど、今日ね、授業の、あ、すみません、なんだっけ、休み時間をですね、ちょっとなんていうのかな、このチャイム通りじゃなくて、チャイム一旦消していただいてね、というのは、これの残りっていうのがね、多分20分ぐらいで終わっちゃうんですね。で、それでちょっと10分ぐらい休んで、で、残りの最後の講義っていうのをバーッとやろうと思ってるんですけど、すいません、いいですか。本当はね、なんていうんだっけ、40分、ね、に終わって、その20分間の休みっていうスタイルなんですけど、今日ちょっと特別、ね、途中でキンコーンってなっちゃうとガグッとくるんで、これこれね、はい。なので、ちょっとチャイム消すようにね、翔吾さんにお願いしておいたので、ね、休憩を短く取ってすぐ次に入ります。で、まあ、終わったら最後はちょっと休むみたいな、というのは最後のやつが長くなるし、これも早く終わっちゃうしでね、そういうスタイルでよろしいですか。なので、なんで20分休ませてくれないんだっていうのがあったらごめんなさい。そう、ちょっとね、授業の長さがちょっとね、調節が難しくて、はい、ということです。はい、じゃあよろしいですか。昨日ね、はい、昨日の話覚えてますか、はいね、なぜ世界宣教をするのかという話だったんですけど、まあ、それね、ざーっと、ね、皆さんどうですか、なぜ世界宣教をするのか、こうピッときましたか。もしね、これ自分も知っとくだけじゃなくて、他の人にも必ず聞かれます。もしくは自分が教会のリーダーになった時に、実際にね、みんなにいろんな人から聞かれると思います、ね、なんで宣教するんですか。これを知っておくことは本当に自分の中で全然違ってくると思います、ね、周りの人にも答えられるように、ね、ぜひね、自分の中でね、紹介してほしいんですね。はい、じゃあ宣教師の多様化、ね、聞いてみて、あれでしょ、いや、こんないろんな種類があるのかと思ったでしょ、ね、でどうしても私たちはね、こう固定観念でね、宣教師って言うとこういうもんか、私には無理だ、こういうパターンが多いんですね。今の宣教師は本当に誰でも宣教できる時代なので、こういう私ね、わざわざこういっぱいあげたのはどっか当たるだろうと思ってるんですね。逆に言うと当たらないはずがないんですね。皆さんそれぞれ素晴らしい宝を持ってるんです、ね、比べる必要もないんですね。それがね、あの人はあんな賜物があって、あんな能力があって、できるのに素晴らしい、さっきね、あったけどね、先輩方は素晴らしかったんですか。わかんないけどね、人はね、どうしても比べちゃうんですよ。比べていいこと一つもないです、ね、優越感にあって傲慢になるか、劣等感に陥って落ち込むか、ね、違っていいんです。違って当たり前、同じようなことしないでください。まあ、もちろん学ぶことはできますけどね、皆さんにしかできないことがあるんです。それは主がね、その時に示しますから。これはですね、楽しみですよ。最初はもちろん真似から始まります。誰かのカバン持ちから始まります、最初は。よくね、私のビジョンどうしたらいいでしょうかと、私はこんなことやりたいってなんだけど、もちろんいいんですけど、最初は大体ね、そういうふうには導かれません。最初は誰かの働きのカバン持ちやったり、お手伝いする中で、だん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 賜物が開発されていくんですね。それでいつか自分で独立した身にするようになってきます。なので今の時期にもう最初から私はこういう、まあ想像するのは自由ですけどね、本当にですね、自分の方向に対してオープンな心を持ってください、ね、何でもできます、ね、はい。それでなんていうのかな、主が必ずね、平安与えられますんで、その働きの中でね、はい。ということで、まあ宣教師の対応ね、ぜひね、行くか送るか、 Go or send やりましたね、 Go or send ね、ぜひね、今の私ね、 Go or send 言いながらね、なんか、あ、 Go or send じゃないな、 Go も send も両方やるんですね。ね、あ、私送る人だからあなた行ってらっしゃいじゃなくて、もう1週間でも何でも行けばいいんですね。まあもちろんコロナだとかいろいろありますけど、それでもね、できます、うん、まずは行ってみる。短期宣教行って帰った人は、あ、宣教師を送り出すってこういうことか、送る側の人も必ず一回は行ってみるべきです。
まあでもこの学園はアウトリーチがあるから言わなくても大丈夫ね僕が言わなくても、はい、宣教師のね、実にいろんなのがあって、もうユニークです。もうこれ一つ一つ明かししたらもう2時間3時間かかります。もう本当にね、こういう働き実際にやってる人がいるんですね。面白いですよ、そういう人の証聞いたら。で、じゃあ自信受け、あのチャレンジ、なんていうのかな、あ、できるんだ、こういう方も用いられるんだ、ね、本当はいっぱい喋りたいんだけど、まあ次行きましょう。じゃあ送るという人、ね、送るという人もなんていうんですかね、行く人と同じ情熱、なんていうのかな、あ、私はできないからあなた行ってください、それが送る人じゃありません、ね、もちろん日本にいるんです。でも行く人と同じビジョン、同じ神様の全世界を見る心、ね、持って、それで送りだ、全然違います。だから特に短期宣教とか行って現地を視察してくる、すごく大事です。一番はまず知る、ねね、まあでもこの何ですか、宣教の学びとしてどうですか、皆さん世界宣教に対してだいぶイメージ湧くようになりましたか？やっぱりこう実際の体験談、これが最高ですね。宣教は理論じゃありません、もう実践体験、ね、で私はね、宣教師に行く前に何したかっていうと、もうこのなんていうの、体験談聞くのが好きでね、証で宣教師の伝記あるじゃないですか、最高ですね。もう燃やされてね、あのアドニラム・ジャドソンと呼んだことあります？ビルマにね行ったことある宣教師、アメリカの宣教師ね、200年前、もう本当にチャレンジを受けます。うわー、ジャドソンの苦労に比べたらね、私なんか恥ずかしいですよ、本当に何でもないです本当にねえ、あとね、ウィリアム・ケアリー、漫画にもなってます ね、だとかね、そういうなんていうのかな、宣教師のね、あと前言ったその戦後ね、戦後間もない頃日本に来た宣教師たちの証とかね、もうそういうの読むと私ワクワクするの。いやー、生きた証じゃないですか、もう理論じゃないんですね。でこうやって進められるんだ、そうやっていく中で宣教に対してね、知っていくんですね。知ることが大事です。それからなんていうの、このニュースレターあるじゃないですか、ね、宣教師たちのニュースレター、私もニュースレター集めるのが趣味でした。もう宣教レター、あー、これが一番ホットなね、あの宣教に関する知識です、ね、もういろんな世界各国に、ね、散ってるね、日本の宣教師がニュースレター送ってくるでしょ。でこういうことがあって、こういうことがあって、でも主は守られて、このこと祈ってください、これをね、もうね、常に目を通してあの祈るようにしてください。知らないことには思いっていうのは来ないんですね。ビジョンも来ないし、まずは知ることです、ね、日本の中で日本の働きだけしてると視野が狭くなります、うん、わかりますか。世界で行われている神様の御業聞くときに、うわーすごい、ね、目が開かれていくんですね。まあなんていうのかな、このニュースレター、それからあのまあね、あのそういうセミナーとかね、よくやってます。あ、日本じゃ少ないかなね、もうもしそういうセミナー必要だったら私呼んでください喜んでやりますんでね、本当にそういう学びを求めてればね、あの知ろうとする思いがあればいくらでもチャンネルある。今もう動画でも YouTube でも何でもあります、ね、学ぼうと思えば世界各国で今どういうふうに宣教師たちが宣教が行われているか、ね、そうするとですね、本当にエキサイティングします、うんね、あとはね、なんていうのかな、こうまずは知る、ね、2番は祈る、まあ、これもう当たり前なんですけど、あのよくある、私日本に帰ってくるとね、あ、伊藤先生、ミャンマー大変ですね、お祈りしてますで、じゃあなんていうのかな、挨拶になっちゃってるんですよ、これ、ね、よく言うじゃないですか、あ、お祈りしてますね。でもじゃあ具体的にどう祈るの、知らないと祈れないですね。具体的にまず1番と2番つながってるんです。知るときに、あ、じゃあこのために祈ろう、宣教師のためにどうやって祈りますか、世界宣教の現場のためにまずは 見ないと祈れない。ニュースレターを見ること、まず基本ですね。でもっといいのは本人に聞くんです、どういうことを祈ってほしいですか。いや実はダダ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 ダ、いっぱいありますよもうね、もう聞いてほしいんですもうそれこそね、いろんな祈り課題で、なんていうのかな、もう体験、なんていうのかな、こう情報収集ね、うん、でよくこれオペレーションジャパンとかこう本が出てるじゃないですか、もうああいうのももちろん役に立ちますね。
例えばミャンマーについて、ねね、クリスチャン人口がどれくらいで、教会こういう感じで、迫害こういう感じで、ね、そういうのをね、私もオペレーションなんかワールドっていうのがあってね、まあ、そういう読むのが趣味でした。で、いいのがいっぱい出てます。そこのなんか資料のところもなんかムスリムのための祈りなんとかってこと、あれもね、各部族に対してちゃんと祈りが、私はああいうの集めるのが好きでね。でね、はあ、この民族はこういうところがあって、でまあ本当して知るのもありますけど、生で聞くのが一番いいです、ね、宣教師捕まえて質問攻めしてください。私は質問受けるの大好きですから、ねまあ、時間ね、生のね、そう言って祈り課題を聞く。じゃあどうやって祈るか、まずは世界地図を貼ってください壁に、ね、世界地図で、ね、でこの国には誰、宣教師の写真を貼る、ね、やっぱね、祈りビジョンっていうのはね、見ることの見る、ね、ぼーっとしてね、書いとか忘れちゃうんですよ。忘れちゃうし、思い出さない、あんまり。でもね、壁に世界地図貼って、この国に何宣教師写真よくあるじゃないですか、教会に行くと。あります？ああいうのね、自分の机のところに貼っておいてください。祈りは見ることから始まる、ビジョンを見ることから、ね、祈りで世界旅行するんですね。で、特別にこの祈りに召されてる方がいます。使命感持ってすごいなと思うんですね。祈りの勇士っていうのは会ったことありますか？祈りの勇士の人、ね、まあ、もちろんみんな祈んなきゃいけないんですけど、なんかしなきゃ特別な油注ぎある人がいいんですね。もうね、なんていうのかな、宣教師とね、本当に宣教師以上に心を持ってね、なんかその地のために泣いて祈ってくれるんですね。いやー、慰められるわね。え、なんでこうな、主がね、同じ思い与えるんです。立派な宣教師です、祈りの宣教師ね。で、そういう自分がそういう賜物がある方もしいたらですね、じゃんじゃん活用してください。もう積極的に祈り課題聞いて、もうそうすると自分の中でもう精霊が流れますから、ガガガガ。やっぱりね、現場に出てる宣教師、まあ、もちろんいろんなタイプがいるんですけど、なんだかんだ言ってやっぱり祈りが本当に必要だな。で、私はこの部分で本当に弱いなと思います。で、やっぱりキリストの体の中でその部分で特にエンジンかけてくれる方がね、いたらどんなにありがたいかなって。もちろん自分でも祈らなきゃいけないんですけど、なんていうのかな、絶対的に必要です、まあ、これ日本の働きも同じですよね。そうじゃないですか、ね、よくほら、ビリー・グラハムの共にね、祈るおばさんたちがいたんです。なんて言ったっけな、急に忘れちゃった。とにかく、ね、ビリー・グラハムがこうメッセージするときにはどっかで、ね、別のところでシャーって祈ってるんだよね。だからビリー・グラハム自分がやったと思ってたらそうじゃないんだって。もう、ね、こっちの祈りを主が聞いたんだって、まあ、証し読んでね、そっかっ、まさに宣教も同じですね。私はもう代理として使わされてるだけです。本当は皆様やるんです。アメン。祈りによって、ね、これが宣教です、うん、そして、ね、地図と写真貼って、で、ぜひね、一人で祈ってるとね、やっぱり弱いです。なんていうのかな、祈りの宣教師、祈りの有志の方、口々に言うのは結構孤独を感じるんですね。みんなよく言ってます。誰も分かってくれないです、そんなことは。密室で祈ったってね、誰も認めてくれるわけでもないし、ね、目立たないし。でもですね、これ続けてやっていくの本当に価値ある仕事なので、集まって祈ってください。2人組で祈るのは非常に知恵のあるやり方です。祈祷会ができればもっといいです。教会の中で小グループで祈り会やってください。世界宣教祈祷会、私一回行ったことあるんだけどね、いやー、慰められましたね。もうね、なんていうのかな、その宣教師のニュースレターを持って 2,3 人、4人ぐらいがね、もうみんなでね、祈るんです。で、その祈ったことをね、カードに書いてその宣教師に送るんですよ。まあ、今だったらメールだろうけどね、まあ、おお、こういうやり方もあるんか、ね、本当にね、クリエイティブに祈ってください。で、祈りの道路者必ず与えられます、ね、それも求めて祈ってください、ね、絶対にその自分だけで働きしないでください、うん、これ国内の働き出ても同じです。自分のために本気で自分と同じように思いで祈ってくれる人が与えられるように、はい。そして次なんだよ、献金する、うん、これもですね、まあ、なんていうのかな、その、まあ、献金もちろんなんていうのかな、お金っていうのは結構敏感な問題でね、難しいんですけど、なんていうのかな、やっぱり人間ね、ビジョンがあるところに
お金も行くっていうのかな、うん、もう世界の御国の完成のためにビジョン持てますって言うけど、使うのは自分の趣味のためお金使ってずっとあれってなるわけですよ ね。もちろんね、あの全部っていうんじゃなくて、それぞれ生活の必要のために使うんですけど、自分が本当にこれは大事だと思うことに人間お金使うんです。逆に言うと、その人がお金何のために使ってるのか見ると、あ、これをね、このために使ってるんだなっていうのが分かるんですね。ということは、世界宣教、ね、本当に主の御国の拡大を宣教のビジョンにしてるならば、これに投資するのは当然なんですね。これ私もなんか、なんていうかな、もう、まあ、大胆に言っちゃうんですけど、本当になんていうのかな、これ、お金の使い方はね、これ国内でもそうなんですけどね、あの信仰のあれを表します、状態を。で、まあ、なんていうのかな、じゃあ、宣教のためにどうやって捧げたらいいんだろうか。まあ、まずはね、祈ってください。ね、いくらぐらい、誰に、必ずね、主が御声聞きます。変になんか立法的にならないでください。ね、立法的にやっちゃうと、これまだね、恵みがなくなるんですね。主がね、必ず導き与えますから。出会いとかね、あ、この人にとかね、あのね、そういうのは示されたら、示されたあのどこだっけ、よくあるじゃないですか、第一コリントだっけ、私のこの曖昧な言葉知識どうしよう第一コリント第二だっけ、ね、少しだいやいや流れでもなく ねやばい前はパッとこの箇所が出たんだけど、ね、まあ、とにかく、ねあのね、いやいや流れでなく喜んでしなさい、ね、主は喜んで与える人を愛してください。多分献金のメッセージは牧師先生がもっとバンバンやると思うね。とにかく、ね、そのね、主の導き見ながら定期的に捧げてください。ね、でね、あの大きな額ボーンっていう必要はないんですね。それこそ2レプタ、ヤモメの2レプタ、ね。それでもね、本当に全て捧げたように、額が大きいか少ないかじゃなくて、少ない金額でも継続するのがいいんですね。なんでかっていうと、その継続すると、一発だとああ元気してきてよかったってあと忘れちゃうんです。でも毎月例えば500円とかね、毎月1000円とするともうなんか通帳から出るたびに思い出すわけですよ。教会の会計担当をやったことある人いるかな、教会の会計担当。そうするとね、あ、やりますか、ね、やっぱりあ、教会の予算の中でね、あ、これ部分はね、誰宣教師に見るたびに思い出して祈るじゃないですか。会計担当の方、本当に私ね、頭下がります。というのは事務的にあれね、会計ほどね、冷静の必要な仕事ないです。そう思いません、ね、もうね、なんていうのかな、お金のことっていうのは、ね、もう冷静と関わってるんです、ね、あ、これをね、海外にいる、ねね、本当にその働きのためにいろんな教会でね、多分宣教師とかね、宣教団体に献金してると思うんですけど、会計担当者はそれ見るわけです。でもね、お金とか関わってない人はどんどん祈らなくなります。これ祈りと献金ワンセットなんですね、大体ね、うん、ということで、本当になんていうのかな、もう日本の1000円はあのなんていうの、海外発展途上国でものすごい金額になります、うん、だからこんな少しばかりですいませんと思わないでください。もう少なくても継続して祈り続けて献金続けるんですね。でそれもこうなんていうのかな、自分のビジョンだと思って、あの神社のお賽銭じゃないんです。お賽銭お賽銭してますか、なんかね、パラパラね、そういうもんじゃないんですね。寄付でもないです。でよくあるのがね、こんななんていうのかな、株主っていうのみたいな、この事業のね、あれだと、事業っていうのはこのビジネスのためになんかお金投資するんだ、まあもちろんそういう考え方もあるんですけど、なんていうのかな、人にやるんじゃないですよね。わかりますか、天国銀行に預金してるんだと思ってください。天国銀行、ね、人を見て献金するとね、つまずきます。なんでこの人はとかなっちゃうんですよ。そうじゃなくて、あ、もう主に捧げたんだと。でなんか株主みたいになんか私が何株でやってんだからどうのこうのとかやっちゃうともうえらいことになります。はい、ということで、なんていうのかな、人生の優先順位、ね、本当に主に、宣教にビジョンのある方は国内だろうが実際に行くだろうが、そのために優先してください。この献金の話って結構ね、やりにくいんですよ。牧会者やってみてください、一回。めっちゃ言いにくいよ。誤解されるんじゃないかと思って。ね、ねえ、なんか変に金集めの信仰宗教かと思われるじゃん。嫌じゃない。でも、聖書がもし言ってたら、大胆に言っていいんです。ね、
祝福だって言ってんだから、ね、そうすることで、ね、天の窓がなんか開かれて注がれるかどうか試してみようって言ってんの、ね、祝福だと思ってください、ね、捧げることは祝福、アメン、ね、まあ、次4番、ね、連絡を保つ。これがね宣教師が向こうに行って一番感じるのはね、最初に感じるのは孤独です。今はそれこそね、もう LINE だとかなんとかね、いろいろありますけど、その頃ね、2003年ですからね、 LINE もなかったしメールもあったんだけど、ミャンマーはね、メールがまたこれね、全然電波がもうなんていうの、もう携帯もなかったし、もう電話もなかったし、電話は呼び出しって知ってます？近所の人に一軒だけそこに家があって、電話かかってくるとね、伊藤さん電話来ましたよってこう走ってくるんですそういうとこですからね。いや、まあ今でこそ全部ね、もう一気に携帯電話になりましたけど、私の家は電話なかった、その家からちょっと離れたところでね、もう呼び出しですよ。でメールをどうやってやるか、で日本では考えられないわけですよね。なんでメールやったのに1週間返事が来ないのって、それ理由があるんですね。家ではメールができなくて、町の中心にそのインターネットカフェみたいなのがあるんですよ。そこに行って、それで Gmail 分かる？あのね、Google のメールね、それを開くんです。それもめっちゃ時間かかるの。ぐる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 、イライライライ、まだ開かない、まだ開かない。で、やっと開いた。ね、で、それも町の中心に行くのにね、もう大変なんですね。だから1週間に一遍しかメールチェックできない。だから日本の方がね、伊藤先生にメール送ったのにね、1週間経っても2週間経っても返事が来ない。すいません、そういう状況、絶対これ理解できない。で、そのインターネットカフェ行くでしょ。で、1週間あったからね、きっと誰かからメールが来てるだろう、ね、私のことみんなどう思ってるかな、あ、覚えてくれてるかな、メールチェックするんです。誰も来ないガクなんかね、寂しくなっちゃってね、なんだみんな私のこと忘れちゃったのかなとかね、なんつうのかな、結構こう惨めでね、孤独感わかるかな、ね、もう誰も分かってくれない、この状況、ね、もう分かってほしいんだけど言う手段もないし。でもね、そういう時になんていうのかな、定期的にメールくれる方とかね、手書きの手紙とか送ってくれるとね、もう涙出るほど喜ぶの、わかる、あー手紙来た、もう字見るだけじわじわうる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 来ちゃってね、あー嬉しかったわあれ、なんのことない一言ですよ、ね、日本だったらピピピピって終わっちゃうの、ね、でもね、それが宣教師の霊性を助けるんです。アメンですか、ね、連絡関係、ね、コミュニケーション、これね、宣教師を助けるんです。一番の助けかもしれない、もしかしたら、ね、宣教師はね、なんかね、なんていうのかな、変な言い方しておくと、うまく言えないんだけど、なんていうのかな、関係を求めてるんですね。変わらない友情関係、これなんか変になんか自分をアピールするなんていうかな、変に誤解されちゃうんだけど、なんていうのかな、お金だなんだか祈りだとかよりも関係を求めてます。で、 あなたのこと覚えてるよって、最近どう、これが欲しいんですよ、これ最近どう、実はね、ブラーッいっぱい出てくる特に最初の 1,2 年はそうだった。最初の 1,2 年はね、もうなんていうのかな、日本が恋しくてね、で親しかった友達たちとかね、もういっぱいメール送りまくるの、もうやったらと1週間分まとめといて、家で書いといてね、それでね、でコンピューターバーってもう送り出す、返事来ないんだこれがなかなか結構惨めになっちゃってね、いやーそんなことあったなね、関心、関心を示すんです。祈りは関心を持つことから始まります。愛の反対は関心、よく知ってるでしょ無関心ですよ、ね、久しぶりに会った時、あ、元気じゃあ、ね、バイバイ、みたいな ね、特に宣教を始めて 1,2 年の時はね、なんていうのかな、ちょっと結構神経質っていうのは、この敏感でね、まあ、今では私も十何年もやってるからね、ああ日本の方々はそういうもんだって分かりますでもね、始めた頃はそうじゃなかった。たまに日本に帰ってきたのに何も聞いてこない、もうね、毎日会ってたからね、あ元気おはよう終わり
なんか気づけますなのでね、宣教師がもし戻ってきたら、私はいいです、もう私はもう十分もういろいろ体験してるからもういい、特に宣教行き始めの人にはどうですかそちらで、実はねこうでこうでその時に注意点、ね、なんでそんなことするのって言わないでください絶対言っちゃうなんで理解できない、ね、そうですか、そうだったんですか、いやそうです ね、これで癒される。傾聴って知ってます、耳を傾ける、ね、でついついね、もう宣教地のことなんて、ね、絶対行ったこともないんだから分かるわけないのに、もうこうすればもっとうまくいくのよとか言うんですよ腹立ってね何分かってんだお前行ったこともないくせにおい聞いてくれってなってね、まあ、そんなことは言わなかったけど心の中でね、心の中でもうね、なんていうのかな、アドバイスが欲しいんじゃないの、わかる、変なアドバイスしないでください、ね、もうね、とにかく聞けばいい、そうか、そうだったんですか、いや大変ですね、もう癒される、まあ、これ宣教師だけじゃないよねみんなそうですよねねえあのね言ってる内容が分かるかどうか関係ない、多分半分も理解できない、いいんですよ分かんなくて、全然分かんなくてもそうで、あのねあのね、3番目の聖児が生まれた時ね、秋っていうのがですね、お姉さん娘の秋がね、あれはこっちが生まれたばっかりだからこっちが多分3歳かな、ん違う、生まれてなんかねアブ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 喋り出したんですよ、なんか言葉にならない言葉、1歳かな、喋り出すのでいつだろう、だいたいそんなもんですよね、1歳ぐらいでワン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 って言うんですよ、言葉になってないですね、でそのお姉さんのね、多分2歳上の秋がねずっと聞いてんので、ワンワンワンそうねワン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 そうねって言ったね、もうこう聖児が喜んで喋っちゃってね、全然言葉になってないんですよないよどうでもいいの、もうね聞いてくれるだけでね、ワン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 そうねとか10分ぐらいやってんの、10分じゃなかったらもっとやってた、だからなんつうの、あ、ない喋る内容が問題じゃないんですね、自分のこと聞いてくれてる、耳傾けて相づちしてくれる、聞くことは愛することです。アメン。一緒に言いましょう。聞くことは愛すること。聞くことは愛すること。みんなも聞いてもらったら嬉しいでしょ。人間ね、聞いてもらうことに飢えてるんですよ。そうじゃないですか。私すごいそうだった。誰かに聞いてほしいの、この内側のぐる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 。もうね、なんか変なアドバイスしないでください。もう腹立つから。そうじゃなくて、もうこうでああでこうで愚痴をね、愚痴、あの年配のおじいさんおばあさんの愚痴聞いたことありますか、もうね同じ話ずーっとぐるぐる、昔大戦争の頃はここでこういうのがあって、この辺も空襲で焼け野原で、そうですか、あの時は大変だった、貧しくてこんなの食べて、そうですね、毎週同じ話でもね、それをやると向こうに癒される、慰め、愛を感じる、おじちゃんおばあちゃんだけですか、私たちもそうでしょ、ね、宣教師も同じ人間です、弱いんです本当にね、もう感情もいろいろあるんです、ね、だから宣教師のために送り出すっていうのをなんか変にお金とかね、あ、なんていうの、そういうなんか機械的に考えないんです、宣教師も、ね、人間、生身の人間、弱いんです、聞いてくれるだけで安い、なんて安いんですよ、お金もかかんない、ね、なんか感情がいろいろ上がってきて、まあまあまあね、うん、そうそうね、分かってくれる人、分かってくれる人、ね、なってください、ね、これはまあ宣教だけじゃありません、主の働きも同じです、牧師たち、ね、主の働きたち、リードたち、何を求めるか、ね、分かってくれる人もいてほしいんです、この痛み誰が分かって聞いて、そのために、ね、時間と関心を注いでね、傾聴ミニストリー、私これヒアリングミニストリーって言ってます ね、はい、いろいろ喋っちゃった、次5番、国内でできる奉仕、さあ国内でできる奉仕ってどんなことがあると思いますか、世界選挙のために、ちょっと聞いてみましょうか、ね、
世界宣教のために国内でできる奉仕があります。例えば何がありますか。ね、国内でなんで世界宣教ができるの。国内で何か助ける支える役割にどんなのがある。例えば自由に行かないとできない。日本でできることなんかないですかね。どうやって世界宣教の働きをサポートするか。まあもうここにね、大体もう祈るとか献金するとか上がっちゃったでしょ大体ね。これ以外にも何かないだろうか。いくらでもあるんです、実を言うと、ね。まあこれ代表的なのは祈り献金ね、こういったものなんですけど、他にも例えばなんかニュースレターを書く、ね。案外ね、そっちが苦手な人多いんです。特に私、もうね、なんていうの、私はもうワードとかね、エクセルとかなんていうの、もうやっと一生懸命学んでやったんですけど、なんていうのかな、そういうのはめっちゃプロの人も、梶川先生みたいにね、まああのニュースレター見たらもうね、写真も綺麗で、でそういう宣教師 のなんていうのかな、国内スタッフがいる宣教師のニュースレター見るとね、もう羨ましくてね。いやー、私のなんか白にただの文字だけたまに写真がちょんちょんちょんってね。でもね、もう本当にもうすごいパンフレットとか作ってるね、宣教師見るとね、いいなーなんでこんなね、もうそういう賜物持ってなんかニュースレター作ってくれてね。でニュースレター、あと発送、これもね、ミャンマーにいたらできないんですよ。ミャンマーから郵便出すわけにもいかないし、郵便するともう全部没収されちゃったりね。まあ、そうだから日本で誰かね発送してくれる人。で私ね、もうなんていうのかな、ミャンマーで誰かね、あ、日本でやってくれる人いないかなと思ったら、いやー、これコンピューターね、 PDF とかね、あるじゃないか PDF、ね、だからそういうのからかね、あ、やっぱり若い人ができるのかなと思ったら、私ねメールで呼びかけたんですね、誰かどなかやってくれませんか。そしたらね、もうおじいちゃん、もうね、もうすごい年取っておじいちゃんでね、なんていうの、全然予想してない人がね、あ、私やります。いや、ありがたかったですね。まあ、その人はなんかこう郵便発送とかね、あのなんかそういうなんかよく慣れてる方だったんですね。それで私のその呼びかけに応じて、もう毎回って言ってもそんなに頻繁じゃない、1年にまあ 3,4 回なんですけど、そのね、私の送ったそのニュースレターをコピーして折って封筒に入れて、住所ラベルっていうのが、住所ラベル、ラベル屋さんって知ってますか、ラベル屋さんあれ難しいんですよ。私もやってみたけどね、ラベル屋さん印刷なんかずれちゃったりしてね、このねそれを全部貼って、まあ私なんかはね、まあ全部送るのは大体200部ぐらいでもね、もっと多い人はもっと、昔はもっと多かったね。大変ですよこれ結構。でもね、そのおじさんはね、おじさんじゃない、おじいさんは、まあそういうのね、教会の何人かと一緒になってね、毎回それやってくれた。いや、もう涙出るほどありがたくてね、立派な選挙活動です。アメ、ね、まあ、選挙士たちはやりたくてもできないですよ、海外にいるからね。だからまあそれね、あのそのおじいさんね、本当は助かりました。それとか、あと何だろう、国内でできる方針、あともうね、まあ何とかな、お金の送金とかね、お金の送金はね、まあミャンマーは本当送金が難しくてね、もう今ではもっと難しくなった、なんか知んないけど。でこれお金っていうのはね、結構なんていうの、敏感な問題なんですね。なんていうのかな、変にこう、これ録音してるんですよねなんていうの、試みに合うこの仕事なんです。会計は冷静がないとできない絶対ね。でもね、まあ今はあの私のなんだっけ、 2,3 年前はね、あの私の両親、茨城県にいるんですけど、お父さんね、未信者なんですけどね、いやー、助かったなと思ってねえ、なんていうのかな、やっぱりね、これ信頼関係ないとできないですね、うん、私のお父さん全然未信者だし、ちょっと怖いしなんていうのかな、なんだけど、あ、息子のことね、やっぱ思ってね、お前ちゃんとお金大丈夫か、ね、ああはいとかみたいなちゃんと食べてんのか、あ、うんうん、一応みたいな、うん、で、なんかあったら言えって、あ、わかりました、ちゃんとね、そのまあお父さんがお金じゃないんだけど、その日本でね集められた私の、ね、その銀行通帳のようなのは、これ
わざわざセブン銀行に行ってね、セブン銀行でなんかその海外のなんとか送金システム面倒なんですよ。誰でもお願いできるもんじゃないんだこれね。申し訳なくてね、人間なんかこの日本人の遠慮なんだかんだ言って私もそういうのがあるんですね。やっぱりね、日本人みたいじゃないに割には結構遠慮しちゃったりしてね、申し訳なく思っちゃうんですよ。でもね、まあ、お父さんやってくれた、はあ、ありがたかったわ。まあ今はね、それこそなんていうの、このなんだっけ、あのなんとか悠長ダイレクトみたいなのがあってねあれでなんとかなったんだけど、昔はそういうのなかったの、うん、あったけど知らなかった、うん、とにかく一番いいのは宣教師のとこにいて、あの何か手伝いできることありませんか、いやこういうのがあってパパパパパいっぱいあります聞くこと、ね、あの分からなかったら聞いてください。その関心を示すだけでも癒されます、うん、だからね、国内でもね、宣教に行かなくても宣教の大事な部分をに役割担うことができるんです、ね、特に宣教に準備している方はまずこれを体験することです。これが分かっていると、あ、なんつうの、ああ宣教っていうのはこういうニーズがあるんだ、こういうふうに助けたらいいんだって、実際的な訓練になります。これがそれがあって自分が行くと、今度はね、もうこの支える役割がどんなにありがたいか分かるわけです。私もね、このなんていうかな、このニュースレター発送やってみてたら分かる、いやこれ大変だ知らないでお願いしてたらね、どんなに申し訳なかったかね。はい、えい私は絵を描くのが好きで、あるところに小さい子供がいました。小さい子は遊んでるうちに穴に落ちてしまいました。あー助けて、誰か助けて、小さい子にゃーにゃー、ちっちゃい子だからもちろん上がれません。そんな時に上の方で村人が見つけました。あ、この穴に誰か落ちてる、ちっちゃい子落ちた、助け出さなきゃ。でも穴は深いし、手も届かないし、まあ、ロープを下ろしたとしてもちっちゃい子だからつかめない。さあどうしよう。そこで村の人は相談しました。あ、いい考えがある。誰か一人を縛ってその人が降りていけばいい。そんで周りの人が引き上げればいい。それはいい考えだ。じゃあ誰が行くの？お前が行け。いやお前行け。まあなんかいろいろ話があったでしょうね。でもその中で誰か一人、あ、じゃあ僕が行きます。おおって、ね。じゃあ ね、行ってるね。でもその人は言いました、ね。もちろん行くんだけど、後でちゃんと引き上げてね。まあね、上の人が、おし分かった、ちゃんと心配するな。ね、で行きました。重いんですよこれがね、もう穴の中にねこう縛ってね、もう今から降りていくぞってね、下の方でこうゆっくりスーッと下ろしていくんです、ね、上の方ではしっかりロープ握ってます。そんでその人は一番下まで来て、ね、そんでそのちっちゃい子をねこうガッと掴んで、ね、それで上に打つ、オーケーいいぞ開けてくれ。そうするとですね、上ではね、よっしゃ今開けるぞって、もう 3人本当はもっといっぱいでね、引き上げるんです。えっさえさ、引き上げて引き上げて、そうするとね、このちっちゃい子はね、ああ助かった、ありがとうございます、あなた命の恩人です。まあそんなこと言うか分かんないけど、ちっちゃい子だから、ね、とにかくね、あ、この人が助けてくれた、ね、こうやってね一緒に引き上がってくる。そしてその子が全部引き上がった時に、やったー、よかったー、みんなで喜ぶんです。でその子は引き上げられた時に、その時初めて気づきます。あ、私を直接助けてくれたのはその穴に行った人でも、私を助けるために一生懸命みんなが引っ張ってくれてたんだ。いやー、ありがたい、あなたも命の恩人です。同じ、ね、ことをしてくれてたんです、まあ、役割違うけど、何の話か分かりますか？分かりますね。宣教に行く人、もちろんね、穴に飛び込んでいくの必要です。でも宣教師一人でできますか？穴に落ちるだけ行きまーす、これはできるもうね、無鉄砲だから、無鉄砲宣教師、いや行きまーす上がれないんですよ、何もできないのでも行って魂をつかむことができる。じゃあそれを引き上げるのは誰ですか？引っ張るのは誰？皆さん、
たの祈りと助けと関心引っ張るときにね、魂が救われてくる。アメンですか？アメンですか？これが世界宣教なんです。世界宣教一人でできないです。まして宣教師何もできないです。無鉄砲だけなんです。無鉄砲無謀な。でもそれを支えて送り出して、ね、支援する人、祈る人、同じ思い持って。場所は違います。行く人と送る人、もちろん場所も役割も違うんだけど、同じ使命、そして同じ喜び、同じ報いを受けるんです。アメンですか？なんて大事なんですよ。行く宣教師だけではなくて、このロープ握ってくれませんか？このロープ握ってくれますか？あなたがロープを握って引き上げるときに、その世界の遠くにいる、そのね、何族だか分かんない、この何とか族何とか族、最初はなんか見ながらね、何族何族何族、機械的に思うかもしれません。ニュースレター見てもイメージが湧かないかもしれません。でもね、彼らが救われてきたときに宣教師と同じ喜び体験する。皆さんが天国行ったときに、ある知らない人たちが皆さんのところに来ます。顔も見たことない人がね、あなた、私たちの民族のために祈ったでしょう、あなたの祈りのおかげでね、私ここに来れたんです、ありがとうございます、そういうふうにね、感謝される日が来ます。その時に初めて知るんです。あの日あのニュースレターで、あの、ね、聞いたあの祈りがここに聞かれて、それであなたここに一緒にいるんですか。あ、よかったですね想像できますか？イメージ湧きますか？その日が来るんです。皆さんの祈りのおかげで、行くだけが宣教師じゃないです。もちろん行ってほしいけど、行けないんだったらロープ握ってください、ね、ロープってピッてやったらどうなりますか？もうね、もうそのままあーっと落ちてくるんです。宣教師が一旦握ったら離さないでください。魂が引き上げられるまで宣教師責任持って引っ張ってください。同じ命預かってるんです。わかりますか？命がけなんです。命がけで行った人と同じように命がけで引っ張ってほしいんです。そしてその関係はロープでつながってるんです。コミュニケーションね、離れてるけど、こうやって世界宣教は動いていきます。ロープ握ってくれますか？アメン、ね、その時に、ね、宣教師だけじゃなくて、ね、一緒の喜びを味わって、皆さんがね、その天国で同じ報いを受けます。同じ報いです、ね、宣教師だけがヒーローじゃないんです。宣教師は代理で行っただけです。みんなでやろうとして、たまたまその人、私が選ばれただけ。そういう思いを持って現地に行ってほしいんです。行く人もね、行く人もなんか自分がなんか嫌なことやった、とんでもない、支えてくれる人のおかげでできるんです。アメン。いや、これ話すと気持ちがねはい、ろうそくは真っ暗な部屋で輝く、ね、ミャンマーの停電の話しましたっけ？したよね。自分の手も見えない本当に真っ暗でね、これね、まあ、最初はろうそく生活ですよ。でのこのね、真っ暗なんで自分の手も見えない真っ暗なんだけど、小さいろうそく ね、 こうね、あ、もうライターどこだ、ライターライターって、ね、ピッとつけるとすごい輝くの。これが小さいろうそくなのにパーッて、ね、いやー、ろうそくの小さい火がこんなに明るいかと思った。このろうそくがもし昼間だったらどうしますか？昼間にろうそく使いますか？ね、明るいところで灯してもね、大してあまり存在意義はないんですね。真っ暗だからこの小さい光が輝くんです、ね、日本ももちろん暗闇だけど、全世界にいる未伝道部族の福音の光が全然届いてない。真っ暗闇の、暗闇の勢力が覆ってる、そのサタンの勢力が覆ってるその未伝道部族、自分なんて小さい光でろうそくみたいで、もう風がふーって言ったら消えちゃうようなと思うかもしれないでしょ。昼間の中で輝いてたら自分の存在意義が分かんないかもしれない。でもね、一歩世界に出てみてください。この
自分の内にあるキリストのこの小さい光がどんなに輝くか、それがどんなに暗闇にいる人たちを照らして役に立つか、部屋を全体を照らすんです。自分の小さい光照らしてみませんか、ね、もし昼間の中でね、私みたいな人役に立たないかもと思ってるかもしれないです。真っ暗闇に行ってください。サタンの暗闇の勢力があり、福音の光が届かない、いや福音を届けるため誰も行ったことのない、その未伝道部族、誰が光を照らしてくる、待ってるんです。暗闇の中で光を待ってるんです。光が立派なライトかどうか関係ない、小さなろうそくでいいんです。私たちはそのキリストを持ってるんです。アメン、アメン、信じますか、ね、自分のうちにあるその光、ね、真っ暗な部屋で輝かせましょう、ね、暗闇の全世界の地の果ての未伝道部族、福音を一度も聞いたことない、誰も行かないその地、誰が行くの、誰が行くの、私は誰を使わそう、ね、今日ね、誰が我々のために行くだろうという主の声を聞いたので私が言った、ここに私がおります。何回も言います、この御言葉、これはもう切実な叫びです。ここにおります、こんな私でよかったら、こんな私でも自分は何もないけど、うちにキリストがいるなら私を使う。使命という字はね、この言葉大好きな、漢字で何て書きますか、命を使うんです。たった一回の命、何のために使いますか。命は限りがあるんです。時間も限りがあるんです。本当に価値あることのために、その暗闇の中で滅びに向かっていく、その4800の未伝道部族、イエス・キリストの光を待ち望んで暗い中でこう手探りしているその民族のために、ね、命使ってみませんか。あなたの使命は何ですか。あなたの使命は何ですか。あなたのビジョンは何ですか。キリストの命、キリストの光をね、地の果てまで伝える、ね、その使命のために人生使ってください。どんな形でもいいです。ある人は行く人、ある人は送る人、もうね、いろんなスタイル、自分の持てるところ、できるところ、必ず主が示します。同じビジョンを持って、神様のビジョンを持ってるなら、その方法は後からついてきます。方法が問題じゃないんです、その思いですね。ですね、じゃあお祈りしたいと思います。イエス様、私たちは本当に小さなろうそくのような光で、風を吹いたら飛ばされるような弱いものです。でもそのイエス・キリストの光のおかげで、自分は心は照らされ、真っ暗闇だった心が明るくなりました。その喜びを知っている人なら、同じように暗闇の中でサタンの暗闇の勢力に縛られてもがいて、どこに光があるんだと求めているその人たちが待っています。それが答えだとも知らずに、暗闇の中で縛られてサタンの奴隷となっているその民族部族がまだ4800も残られて、しかも誰か他の人が行くだろうと思ったら、まだ誰も行ってない。主よ、ここに私がおります。私を使わせてください。私を使わせてください。主が示されるとこ、どこへでも行きます。何でもします。どうか使ってください。主よ、自分を伝えるんじゃなくて、自分のうちにおられるこの内住するキリスト、その光、誰かが待ってます。誰かがあなたを待ってます。誰かが私を待ってます。その私のことを待ってる人が一人でもいるなら、私が今生きる価値があります。私の人生そのために使いたいです。どうかしよう、この思いを、そしてこのイエス様の心を、どうかここにいる一人一人が持つことができますように、そしてそれを持ち続けることができますように。それぞれの役割に何か比べたり劣等感を持ったりせずに、神様のキリストの体の中で配置されたその軍隊として、
自分の置かれたところで忠実に任務を果たすことができますように、どうかお願いいたします。主はどうかここにいる一人一人に導きを与え、思いを与え、その宣教の大きなビジョンのために、最終ゴールに向けて、キリストの御国が来るその日まで、主が再び来られるその日まで、地の果てにまで私たちを導いてください。主と共に地の果てまで、よろしく主は導いてください。そして天国に行った時に、主のその栄光を見るその日が来ます。その時に宣教師と同じ報いを受けます。その時の報いは大きいです。どうか主よ、それを仰ぎ見させてください。感謝してイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。ですね、10分ぐらい、10分かな、うん、少し休憩してまた最後のね授業に行きたいと思うんですけど、いいですか。何分にしようかな。10分、45分から。あれ結局同じかほとんど同じだったね。あのね、後半が少し長くなる。5分でもいいですか。ちょっとトイレ行ってすぐ5分、うん、5分でも大体10分なの、はい、じゃあちょっと休憩して45分から、すいません、はい、お願いします。ありがとうございました。なんかね、5日間あっという間でしたねこれねもう、もうそうですか休憩皆さん取れましたか。大丈夫ですか、ね、いよいよ最終講義ね、講義あれですか、あの、うん、よく始めても大丈夫そうですか。はい、ね、ね、さあ、ね、明日ね質問タイムやるときにね、あの、あ、今日、そうそう、あの一部の方はねメールで送ってくださって感謝感謝ね、ありがとうございましたね。あの、まあ、その場でね土曜日の10時から12時にもちろん質問してもいいんですけど、やっぱりねみんな質問が一つ一つがすごい深い質問していくんですこれは一言で答えられないわと思ってね、まあ、その事前に言ってくれた方が、ね、ありがとうございますね。あのみんなね前も言ったけど、質問一つに対してこのいろんなバックグラウンドがあって、それで、ね、体験があって悩みがあって問題があって、それでこの一言の質問なんだなっていうのがね分かってね、すごい、これは簡単に答えられないわなと思って、ね、よく考えないとと思って、一晩はワンクッションあると私非常に助かるんですね。なのでできればあのメールアド、あの私の紙ありますね、あれ見て今日にでも送ってくださったら私がこう作戦を練りますで、まあ、もちろん時間的に、ね、難しい方がいたら、私今日昼ご飯夜ご飯こっちで食べるのでね、食堂でね、あのこうなんですけどとかね、もう質問大歓迎、ね、質問ね、ね、あのなんていうのかな、一生懸命答えたいと思います。質問っていうのはやっぱ関心なんですね。関心を持ったら質問がないわけがない。無関心だったらまあどうでもいいんですけど、でももし関心を持たれたら、ね、このところはどうなんですか、ね、でもあんまり、まずは1個まずは1人1個ずつね、あの質問を持って、そしてそのなんていうんですか、あの持ってきてメールを送ってください、ね、メールアドね、もしくはその土曜日の、ね、時に直接でもいいし、まあ、土曜日が時間が難しい人は全然今日でも構いません、はい、ね、で私もねこう変に私ばっかり答えるよりみんなのあれが聞きたいんですね。どういうニーズがあって、どういう問題があって、どういうことに求めてるのか、ね、はい、さあ、じゃあ、タイトル一緒に読みましょう。3、はい、今日の苦難と栄光、ね、宣教の苦難と栄光、ね、これをね話すときに本当に私はこのなんていうのかな、厳粛な気持ちっていうのかな、あの簡単に語れる話じゃないんですけど、まああえて話したいと思います、はい、まあ、その前に御言葉を一つですね、第2テモテ4-14-18、まあ、新改訳の2017なんですけど、読みたいと思います一緒に読みましょうかね。3、はい、同罪苦人のアレクサンドロが私をひどく苦しめました。その行いに応じて主が彼に報いられます。あなたも彼を警戒しなさい。彼は私たちの言葉に激しく逆らったからです。私の最初の弁明の際、誰も私を支持してくれず、皆私を見捨ててしまいました。どうかその責任を
彼らがお忘れられることがありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。こうして私は獅子の口から救い出されたのです。主は私をどんな悪しき技からも救い出し、無事天にある御国に入れてくださいます。主に栄光がよよ限りなくありますように。アーメン。はい、今日この御言葉からですね、話していきたいんですけど、パウロは本当にこの宣教師、もうバリバリの、もうパウロって言うと皆さんどういうイメージありますか？もうすごい、もうエリート宣教師、もうものすごい鉄人、どんな困難があってももうなんてすごいんだろうと思うでしょう。じゃあパウロはもう弱さなんかなくてもう強い人だったか。よく読んでるとね、パウロはもう本当にいろんな困難にあって、でじゃあもう困難なんか何とも思われ乗り切ってったか、そうでもないです。もう気落ちし、もう死ぬかなと思うぐらい、でも落ち込むことも悲しむこともいろんな感情があったんですね。まあ、その中でパウロがひどく苦しんだことは何だったでしょうか。宣教師パウロ、ね、宣教師の鏡です、ね、本当に素晴らしい働きして、もう宣教師中の宣教師な、そのパウロが何が一番大変だったんだろう。ここにはね、どう書いてあるの、アレクサンドロが私をなんて書いてある、ひどく苦しみました。普通の苦しみじゃない、ひどく、ね、なんで。もうこのアレクサンドロっていう人ね、私はあと調べたんですけど、他の聖書の箇所を見るとね、あのなんですかな、まあ、クリスチャンで道路者だったらしいです、パウロの道路者。ところが後でこうなってしまって、後で信仰の破線に遭うって 第1ペトロにそう書いたんですけどね、まあ、とにかく道路者で、まあ、単なるあの敵じゃなかった、味方だった、本当に一緒にやってた人だった。ところがこうなっただけじゃなくて、後で信仰の破線で、しかも彼がどうしたかというと、ね、彼その行いに応じて主が彼らに報いる、あなたも彼を警戒しなさい。これ第二テモテというのはパウロが書いてる手紙ね。手元に対して彼は私たちの言葉に何激しく、激しくよ、普通に逆らったんじゃない、激しく逆らった。何かね、あの他の宗教の勢力が逆らったんじゃないです、ローマ帝国が逆らったんじゃないです、同じクリスチャン、しかも同じチームの働き人、激しく逆らった。それがパウロをひどく苦しめたんですって。でそのことのせいで、私が最初の弁明の際、誰も私を支持してくれない、パウロどんなに苦しかったかな、ね、誰も自分のことを分かってくれなくて、みんなこうやってひっくり返って裏切られてしまって、支持が欲しかったんだと思います、分かって欲しかったんです。でも、まあ、そのアレクサンドロの影響でしょうか、とにかく自分のことを支持してくれる人は誰もいなくて、皆私を見捨ててしまいました。パウロの気持ち分かりますか、ね、当然仲間だと思って一緒にね、愛します、一つのチームだねってやってきた人が、なぜ。パウロの苦しみ、ね、でもね、なんていうのかな、パウロはそれで終わりじゃなかったんですね。まあ、もちろんね、怒り、まあ、分かんないですよ、詳しく書いてないけど、この行間を読むっていうんですか、パウロは怒り、落ち込み、悲しみ、許せない思い、もうぐる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 あったはずなんです。書いてないけど多分そうだったんです。絶対ね、もうそのことで多分寝られない夜過ごしたはずなんです、ね、だから、ね、でもその裁きは主に委ねました。その行いに応じて主が彼らに報いられます。自分でやらない、自分で裁かない、主が報います、ね、自分が裁き主じゃない、ね、で彼らをどうしたか、どうかその責任を
彼らが忘れられることがありませんようにって祈ったんですね。許しの祈りをしたんです。これどんなに難しかったなと思うんですね。敵がね、なんていうのかな、この他の宗教のなんか宗教指導者が、パリサイ人が攻撃したんでもない、ローマ帝国が攻撃したんでもない、異教徒が攻撃したんでもない、自分のチームの、自分の道路者の、自分の愛した、信頼してたその人から裏切られた時、彼の心は本当に張り裂けるようだった。でも彼は、ね、主がその、ね、王子に報いられますように主の御手に委ねました。そして彼のために取りなしまでしたんですね。この祈りは本当に何ていうのかな、イエス様の祈りを覚えてますか。10時間かけて、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです。自分を殺す人にですよ、イエス様はそう祈ったんです。その祈りに通じるものがあります。ステパノは自分に向かって石を投げる人たちに何て祈ったか、同じですよ。どうかこの罪を彼らに負わせないでください。こうして彼は生き絶えた。使徒の働き7章かな、うん、いやイエス様の十字架の祈りとステパノの殉教の祈り、パウロも同じとこ通ったんです。でも彼は、ね、彼らの罪を、ね、主はお許しください、彼らがその責任を負わせられることがありませんように。そしてそれで終わりじゃないです。彼はその時の状況、その苦しみだけ見るんじゃなくて、しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました、ね、それは何でか、ね、回復させてくださったね、その霊的な暗闇、大変なところから、ね、どんなに辛かった、でも主は力を与えてくださった、もう一度立ち上がらせてくださり、ね、回復、それは何でか、私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるため、目的、その世界宣教のために主はパウロをもう一度回復させてくださいました。アレルヤ、主は素晴らしいですね。もちろんいろんな大変なことがあったんです。多分ね、鞭で打たれる肉体的な痛みよりもこういう痛みの方がもっと痛いんです。鞭の痛みはね、もう薬塗って何日かそれ治るんです。心の治んないです、なかなか。でもその理由が分かるときに、なんで御言葉を述べ伝えるために、こうして私は獅子の口から救い出されたのです。獅子、ね、本当の敵は人間じゃない、サタン、悪霊です。敵を間違えちゃいけないですね。人は愛して許す対象、敵はその背後にいる悪霊。私たちどうしても人間を敵だと思っちゃうんですね。でもパウロは、私は獅子の口から救い出されました、サタンの策略、許せない心を、恨み続ける心を、そういったサタンの策略に縛られたら自分が獅子の口で食われちゃうんです。だから許しの祈りは自分のためだったんです。サタンの獅子の口から救い出されました。そして主は、パウロはゴールを見てました。今もちろん訳の分かんない、なんでこんなことが、その中で彼はなんて言った、主は私をどんな悪しき技からも救い出し、無事天にある御国に入れてくださいます。アメン。そのゴールがあるから今のこの困難を乗り越えてきた。ゴールが分かんなかったら、もうその場でもう、主よどうしてこんなことですか、ぐるぐるそのまま宣教ストップしたと思います。でも彼は助け出されました。獅子の口から、サタンの策略から、許せない怒りの思いから、落ち込みから解放されました。そして天の御国に無事入れてください、その確かな保証があったの。ハレルヤ。常に天国見てたんです。地上で分かんないことがたくさんある、なんでどうして、でも天国で主は待ってる、私を迎え入れてくださる。そして主に栄光がいよいよ限りなくありますようにって言ったんですね。主の栄光、自分が何か、なんか名誉がどうだ、自分がどう言われるか、ん、あいつがどう言ったか関係ないんです。主の栄光が表されるのはそれでいいです、はあ、天国で、ね、報いがある、天国で、ね、冠が待ってるわけです。それを見たから
パウロは多分鶴の折り紙。随分こうね、まあ、御言葉、私ね前この御言葉何回も読んでました。で、ああそうかぐらいに思ってた。後になって、これすごいことだ、パウロそうだったんだ。なんでこの話するか分かりますか。宣教師が通るところなんですね。すごく話すのは難しい話ですけど、まあお役に立つかも分かんないんで、とにかく私2015年にね、そのなんですか、ミレンド部族の土地に引っ越しました、ね、そして本当に感謝なことに新しいチームが与えられました。道路社、ね、本当に若い道路社で、もう同じビジョンを持って、めちゃ嬉しかったんですね。新しいビジョン、新しいチーム、本当に愛し合ってですね、もう自分の弟のように愛しました。それでですね、さあその働きが始まったんです。1年経たないうちにこうなりました。詳しいことは話しません。なんていうのかな、何でか分かりません。私も、もういろんなことを言えばもう弁明になるんでやめます。でも私の心の中には、主よどうしてあんなに愛して喜んで一つになって同じビジョンで主の導き確認してスタートしたのに、どうしてかなって。でそれだけじゃなよかったんだけど、いや良くなかったんだけど、なんていうの、それでその後私に対する悪い報告が彼から言って、まあ、とにかく私は自分の属してた団体も所属教会からもこうなりました。私がいくら弁明しても誰も受け入れてくれなかった。もうその悪い報告がもう全部ね、信じちゃって、でも日本の、ね、まあ、団体教会、自分の所属してたところから、まあそうなって、まさにこのパウロの何のかな、ね、なんだっけこれ、これね、みなわたせみす、なんかね前は読んでてふーんと読んでたところが、なんかもうすごいボーッて、いやーこういうことはあるんだ、その嵐の中でも自分信じられなかった。嘘でしょ、なんで？自分の心の中では本当に怒り、許せない思い、傷、あとなんていうのか、落ち込み、表現できないです私も本当に。もちろん最初はその人に対してでしたけど、それとかね、自分の団体、教会、なんで私のこと分かってくれない、見捨てて。でもだんだん今度は主に対して、主はどうしてですか、あなたの御心で始まったんじゃなかったですか、ミデンド部族宣教、主のビジョンを持って確認して素晴らしいスタートだったのに、どうしてこんなことが、主よあなたは私理解できません。祈れなくなりました。全然祈れない、まあ、とにかくもう、まあ、全てストップしちゃったんで、もう宣教地からもう戻って日本で過ごすことになりました。日本でもう働きももちろんあれで、まあ、自動車工場で、ね、働いて私が自動車工場得意だと思いますかまあ、ね、今だから笑って言うけどね、本当になんていうの、肉体的に大変だったんじゃないです、お金的にも、まあ、もちろんお金もあったけど、心分かるかな、ね、本当に深いダウンと暗闇に入りました。宣教師が一番大変なことって何だと思いますかねえ、よく聞かれるんで、宣教大変ですね、食べ物、そんなの1年でね慣れますよ気候、生活環境、そんなのもう全然可愛いもんで、全然もう1年経てばもうすぐ慣れちゃうんです、ね、仏教勢力、もうそんなのね、もうこうあるのは攻撃あるのは当たり前です。軍事独裁、もうそんなのね、もう全然大丈夫、もう、ね、なんでもう行ったらもう大変だって分かってるから、もうそれに対して十分準備してるんです。分かりますか、軍事独裁だ、仏教だ、ね、迫害だ、そんなの大変だと思ったことは、ね、まあ、もちろん大変ですけど、そんなに深刻になったことはありません。
前から来る矢はね、いくらでも準備してるのに、矢が後ろから来る。わかりますか？どうしてって、同じ一緒にやってきた人なのに、そこの後ろから矢が飛んできて、もう一発で倒れます。耐えられない。その苦しみは本当耐えられない。でもなんていうのかな、この、ね、敵だったらね、もちろんなんていうの、十分戦えたと思いますけど、味方度以上の人でした。愛した神の家族ですよ、ね、なんていうのかな、まあ、もうそれこそ失恋以上のなんていうのかな、裏切られた。まあ、もしかしたらね、私もなんか悪かった、ここでね弁護するつもりありません。そのために言ってるんじゃないです。ただ私が通ったその感情をね、知ってほしいんですね。感情、どういうふうに感じたのか。その時の御言葉、確かここに書いてある気がするんだけど、これ読みますね。これ新改訳の、誠に私をそしる者が敵ではありません。それなら私は忍べたでしょう。私に向かって高ぶる者が私を憎む者ではありません。それなら私は彼らから身を隠したでしょう。そうではなくて、お前が私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れ一緒に歩いていったのに、どうしてお前が、そんなありえないね。どうしてお前が、私の親友、私の愛したそのお前が、一緒に仲良く語り合い、共に神の家ある。この御言葉がね、もうなんていうのかな、いやー、そんなことあるんだ、耐えらんない。説教できなくなりました。すべてストップして、もう日本に戻りました。もう終わったと思いました。信仰もね、あ、大丈夫、あ、ごめんな、あら、大丈夫。ちゃんと備えられてるのね、これ、ありがたいね。ね、信仰も、なんていうのかな、危なくなりました。危ないとこじゃない、もう、信仰も離れるかと思った。私、そういうね、なんていうのかな、そういうの初めてでしたね。あ、前もあったかな。とにかく、神様見えないんです、わかりますか？働き云々とか、そういうもんじゃない、お金がどうとか、そういう問題じゃないです。心、主のために、宣教のために働くことができなくなりました。ね、まあそれが2016年でしょ、うん、今何年だ、ね、15年ぐらい経ったかな。今でも許すのは、これ私にとって戦いです。もちろんね、許します、祝福します、何回もやるんで、自分の心にね、もうそれしかないから、もしこれがなんかこうやってなんか恨んで裁いて攻撃したら、自分が冷静が死ぬんですね。だから許さなきゃいけない、もちろん頭で分かるんですよ、許さなきゃいけないって、まあ、そういうメッセージもしてたし、ね、でも自分がそうなったらね、あーすごいチャレンジだこれ、どうやって許すんだ。今でも正直言って許します、これね厳しいです。でも許さなかったら自分が縛られる、わかりますよね。許さなかったら牢屋に入るんです、ね、例え話あるでしょ、ね、霊的な牢屋に入るんです、許せないと縛られるんです自分が。だからもう一生懸命、もうなんていうの、感情じゃない、もうね、御言葉でそう書いてあるから、ね、主が私を許したように彼らを許します。パウロがね、彼らに責任を負わせることがありませんように、ね、父を、彼らをお許しください、彼らは何をしているか分からないんです。もうとにかく一生懸命、何度許しの祈りしたか分からない。でもまあ思い出さないときね、忘れてるときはいいんだけど、時々これがブワーッとこう思い出すけど、ね、いやーやだね、なんかね、そういうなんかニュースとか聞いたりね、なんかあの人がこう言ってたよとか、ブワーッ、なんかもう沈んでたものがブワーッ出てきてね、
まあなんかね、もうパンドラの箱みたいに蓋してどっかしまっちゃうね。蓋してね、もう思い出したくない。まあでもね、あの許すのが、ね、自分を解放する鍵です。あの雪の宝ね、あったでしょ。雪の宝、いい話ねあれね。まあ本でも読んだけど劇でもう一回見て、いや自分の話だ。雪の宝本当にね、許します。許すことは許されることです、ねね、パウロがね16節さっき言ったね、これね、どこだ、どうか、ね、その責任を彼らが負わせられることがありませんように、ね、そうやって自分が今でもやってます、うん、でもこれは感情面では全然ついていけない話です。ただ御言葉そう書いてあるから一生懸命そうやろうと今でも格闘してるんです。例の中で本当だったら思い出したくもないです。まして人の前で話す、深刻すぎるとね、人間ね話せないんですよ、うん、あまりにも深刻なんで誰にも言えないの。なんか落ち込んでるんだろうなと思っても、ね、こう言うとまたこれなんていうのかな、思い出すしね。だからもう黙って、それだから癒しがどんどん遅れるの。今やっとこれみんなのなんと人の前で話せるようになった。でもね、まあさっきの、ね、主はねそれで終わったかと。主の方は私を憐れんでくださいました。主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは何でか、宣教のためです。私を通して御言葉が余すとこなく述べ伝え、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるため、宣教の目的のために私はもう一度回復させてくださいました、ねね、本当にね、もうなんていうのかな、どん底のボロボロの、もうね、もう私もう終わったかと思いました。なのに主は私に力を与え、回復させ、ね、憐れみ憐れみ、ね、宣教師っていうとなんかこうなんか、あすごいかーっていうこういうふうに思わないでください。何回も言うけど、うん、決してそんなんじゃありません。同じように悩み苦しみもがき落ち込み、どうしていいか分かんない暗闇の中で、それでも主を求めていく中で同じです。宣教師もそう、決してなんかエリートだとかなんかすごい人だとか特別な人思わないでください。でもこんな弱い私、霊的にもう最悪だった私、むしろ主から離れようとしてた私、主はちゃんと引き上げてくださいました。今ね、私もね自分のこと考えても本当奇跡です。なんていうのかな、はっきり言って霊的に半分も回復してないです、正直言うと。まだまだ傷だらけなんですね。もうね、でも傷が癒されたからっていうんじゃなくて、信仰を癒されてる途中です今も。傷の癒しってね、これ一生かかります。そう思った方がいい。簡単に癒されるもんじゃない。もう思い出すたびにいろいろ。でもその中でもね、主の憐れみで今もう一度立ってるだけなんです。また思い出したらぐるぐるぐるやるかもしれません。また許せないになるかもしれない。でもそれでも前に進む、それでも前に進むんです。主が救い出してくれたから、獅子の口から、サタンの策略から、縛りから、サタンの縛りから救い出してくれたから、憐れみでまた宣教再活動を再開しました。じゃあその後どうなったか。不思議なことにね、2016年に WUPM 世界未伝道部族宣教会の派遣宣教師、これ何があったかというと、ね、もう派遣教会も宣教だっても全部なくなって、あの香川県で自動車工場をやってる時、急に一本のメールが入ってきて、伊藤先生、あの話聞いて高校大変らしいですけど一緒に会いませんか、韓国の先生ね。と思ってね、全然会ってなかった先生、ホテルかなんかで一回会っただけ、
名刺渡してね、でその人に私のニュースレターを送ってたんだけど、突然その人がね連絡が来て、あのこのね韓国の選挙団体のこの、まあ、代表の人とね事務局長の人がはるばる私のところに会いに来た。びっくりも私もな、ねね、もう誰かも誰も支持しない、誰も味方になってくれない中で急にね、でどういうことがあったんですか、いやこうでああでこうだったんです、そうですか、ね、そうですか、じゃあうちの団体で来てください、えどうしていいんですか、そんなどこの馬の骨かも分かんないのにね、そんないきなり私はね、いやいいんです、もうね山でずっとやった実績もあるし、ね、そういうことがあるんですよって、宣教師よく分かってんのね、宣教師のことね、もうなんていうのかな、もう夢みたいな、ええ本当ですかしよ、もうねその二人で、まあ、面接っていうかね会って、もうその場で一発で OK、 うちの団体の派遣宣教師として任命します、はあありえますか皆さん主は見ておられ、主は見ておられ、アメン、私たちの宣教の主はイエス・キリスト、主です。人じゃないの、組織じゃないの、人だ組織だ団体だ、そういうの見てるとつまずくんです、人は変わる、団体もっと変わる、うん、主が私を召したなら主がもう一度立たせてください、アメン、ね、団体のため、教会のため、組織のためじゃありません、でとにかくこの人がね、それでこのなんだっけ、ね、名前もそのままズバリ世界未伝道部族、まさに未伝道部族にフォーカス焦点を合わせている団体で、私たちも本当にぴったりでした、でしかもミャンマーについてね本当によく知っててですね、ミャンマーとも関係のある団体だったんですね、まあその韓国の団体なんですけど、もうびっくりでした、ああ主は私を見捨てない、アメン、主は見捨てないです、主は人を通して、ね、それだけじゃない、ね、今度ねミャンマーに行った時に、まあ、なんていうのかな、ミャンマーの新しい道路者に与えられました、まあ、その何つうの、まあ、前後ちょっと前後するんですけど、本当にね未伝道部族のために本当にあの献身的にやってるね、バザー先生といいます、ね、その人との出会いがあって、私がその一番大変な時にね祈ってくれたんですね、それで2017年から正式にこの先生と一緒に協力してやるようになりました、もうなんていうのかな、主のやっぱりね道路者が鍵、まあ、もちろん道路者でこうなる時もあるし、でも道路者が鍵なんですね、それで本当にこうこの先生はですね、もう私が来る前からずっとその未伝道部族の子どもたち青年たちを自分の家の寮に住まわせてね、それでこう訓練してそういう働きを地道にやってた方なんですね、で私と出会って本当に喜んでくれてですね、ぜひ一緒にやりましょう、ね、素晴らしい道路者、そして教会あのね、まあ、一緒に教会開拓を始めたんですけど、教会の名前をガユナー教会、ね、ミャンマー語では憐れみって意味です、まあね、本当に憐れみのよく分かってる先生で、ね、先生名前何にしましょうかねって言ったら、憐れみ教会にしましょう、まさにぴったりだ、主の憐れみ、まあ、先生もそういうね憐れみ本当にね体験して、それで、まあ、やってたんですけど、これが不思議なことにね、そうやってる時にある方がね、伊藤先生、ね、このお金教会建築のために使ってください、ドーンと額聞いて私びっくりして、嘘でしょって、いやいやいやそんなそんなそんな、いやいいんです、私のこと全然知らない、あの一回だけメッセージ聞いたんだって、でメッセージ聞いた時には私会ってもいないのに、後でメールが来てね、ものすごい金額、ってで教会建ててください、いや私自分で今ねもう落ち込んでダウンして政教活動やめるかと思ってるのに、いやいいんですやってください、それでまあ、私のっていうよりそのガイナ先のねあのバザ先生に話したんですよ、バザ先生、いや実はこういうことで捧げる方を起こされてるんですけど、バザ先生の顔が変わらない、え信じられなかったみたいな、あそれ伊藤先生が自分のあれやるんでしょ、いやそうじゃなくて、そうじゃなくて、あバザ先生私たちの教会だ、だん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 分かってきてね、本当ですか、奥さんは泣いて喜ぶし、まあいやそれで土地を買ってね、でこの建築が始まったわけですね、考えられない本当に奇跡で、もう必要が満たされてね、土地こう広くてね、で建物ね、バザ先生も10年以上やっていつも借家なんていうの家借りて
10人15人ぐらいの子供抱えてよ、ね、その寮のそれでいつも引っ越しやってる狭いところでもう本当倉庫みたいなところを改造して住んでたのに、それがこれが与えられてね、もちろん主が導いたんです。アレルヤ、アメンですか。主が与えた。そんでどうなったか、こんな感じですよ日曜日。いやーもうね夢みたい、ね、でまあね、まあ、これ私ですけど、あのメッセージはもうバザー先生もメッセージするし、私も日曜日メッセージで、ソジョンもね、あの日曜日ね、月1回必ずメッセージして、共同牧会です、共同牧会、ね、一人じゃない、一人じゃない、主は必ず共に同じビジョンを持った道路を与えてくださるんですね。だからもうなんていうのかな、嬉しくてねもうダメだ、終わったと思ったのにね、そっからがすごかった。それでね、本当にね、これ教会大体ね、若い人も多いんですよ。中学生高校生ぐらいかな、10代20代の若者たち、あとその親たち、村のね、未伝道部族の子供たちがバーって集まり出してきた、ね、もちろんね、その前にバザー先生がずっと種まきしてたわけですね。でその刈り取りの時期、3年間で39人が洗礼を受けました。もちろんこれさっきも言ったように、この主がね、あの人を起こして、でもちろんあの何ていうかな、バザー先生もそうだし、こうチームでやった時にね、私もうやるためにもう夢のようでした。前の10年選挙してたけどこんなことなかったもうやっと6年経って1人とかね、そんな感じだったのに、この時期になってこのどんどんこう若い人たちね、イエス様信じて、しかも未伝道部族のビジョンで祈ってた、ね、もちろんね、最初祈ってた計画は全然崩れちゃったけど、ね、粉々に砕けたけど、全然別の方法で主はこのようにハーベスト、収穫の時期を与えてくださいました。アレルヤ、ね、え、癒される、癒される、分かるかなこれなかったらずっとやってたのにねでもね、そうじゃなくてね、主は早くこれを与えてくれた。いやー、これを体験したらね、もう、そしてまだある、ね、あー、これ、ね、最初の洗礼の頃ね、これ政治工事、ね、自分がね本当に自信なくしてる時にね、もう本当になんかもうガクガンと来てる時よ、それでもなんとか選挙を、ね、あの再開して働きしてる時に、主はサイン、印を与えてくれたんです、ね、もちろんね、未伝道部族の青年たちが救われるのも嬉しいんだけど、その、まあ、ユキの弟たち ね、僕も受けるって、みたいな僕そんなプッシュしたことない、プッシュっていうかね、いきなりなんか受けんのみたいな主の慰めだなと思って、本当にね嬉しかったですね。政治工事ちっちゃかったな、ね、洗礼受けて、そしてその後若者たち、この時多かった、何で 1,2,3,4,5,6,7 ね、もういっぺんにまとめてもじゃん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 、懐かしいでしょ、ね、このね、いやもう彼らね、もうその16歳ぐらいかな、16、17ぐらいのね青年たちが次々と洗礼受けるようになりました。本当に小さなリバイバルでした、ね、村から村人こぞって、ね、そしてですね、あの祈り会やるともう日の、ね、まあ、1ヶ月間のね聖書学校をやったんですね。その時に本当にこう祈りの中で、ね、講義御言葉を通して本当に燃やされて、まあ、この時に勇気もその時ね、あのスタッフと教会のスタッフ、青年会のねスタッフとしてですね、若者たちのために祈り導き、よくやってくれました。まあ、その中でもう本当についこの間まで未信者のねだったのが、本当にイエス様信じて洗礼を受けて、聖書学校で1ヶ月間の中で本当に御言葉によってね、宣教のビジョンを持ってもう熱くシューッと祈るようになりました。そして、ね、1ヶ月間の聖書学校16人だっけ、何人だっけね、とにかくね、まあ、これバザー先生ね、私、ソジョンね、でこの若いね子たちがね、あのでこれやりながら、あ、私ね、前からずっとね、この次の世代の若いリーダーたち、これがねビジョンだったんですよ、宣教のね、もう今ちょうどこんな感じCFNJ のね、こういうふうにね若い人たちを訓練して世界に派遣する、これがねビジョンだったのは、それが目の前に出てきたんです。もう主の印、主のねビジョン、主が成し遂げます。アメン。どういう気持ちでこれ見るかは想像ができますか。
もう涙涙、主よあの時大変だったけど、あの時はねもうダメだと思ったけど、主はちゃんと主の御業なしてくださった。もうね感激だったんですね。そして子供賛美チームこれね、あのミャンマー語でワンミャウって書いてあるんですけど、喜ぶやったみたいな感じですね。まあそういうね、これあの勇気がね、あの例によってこう子供たちをこう賛美でやりましょうって練習させてね、若者たちはみんなね賛美が大好き、そうでしょ皆さん、賛美大好き、ね、それでねもう日本のその子供の賛美をねミャンマー語に翻訳して、もう寮の子供たち、村の田舎のね子供たちよ、歌そんな全然やったことないのね、歌苦手な子供たちになんとかこう勇気が訓練してね、みんなやってね動画撮って録音して昔からやってたのここでやんない、 もっと簡単なミャンマーでそれやってたの、奥地の村で。まあとにかくそういう感じで子供たちがもう喜びね、はい、ソジョンで、ソジョンも本当にねいろいろ大変だったんです。あの2019かな、あのまあ明かしましたね、がんになってね、本当にねあの第3期まで行って、まあ、韓国に行って手術受けたんですけど、まあ、そこからね本当に癒されて回復する中で、なんていうのかな、今度癒しの祈りのためにね、本当に自分が体験したから分かるわけ、分かりますか、自分これはねもうその通った人じゃないと分からない。私は横で聞いててがん、あそうなんだと思うけど、同じがん通った人もう主よ祈りますなるんですよ。でもソジョンだからもう傷んでる人、病気の人みたいなもんね、もう祈りますね、主よ泣きながら祈る。でミャンマーでは本当になんていうのかな、この病気とかね苦しむ人たち、村ですからね病院なんか行けないんですよ、まあ、いたとしてもお金高いし、で礼拝終わる頃ね、今日祈り受けたい人は毎日ドドーッと出てくるのそうするとみんな主よ癒しのミニストリーで、それでまた癒される人起こされていくんですね、奇跡印不思議、ハレルヤ、主は素晴らしいね。痛みの経験、傷の経験、苦しみの経験を通して同じような苦しみにあってる人分かってあげられる、自分が通んなきゃ絶対分かんないです。でもその経験が何であるのか、同じ痛みある人のために使えるためです。苦しみの理由、その時は分かんないです。なんでこんな苦しみ、ありえないでしょ、あーとで分かります。あ、同じような苦しみ合う宣教師、主の働き人、もう聞くだけでもボーッと、私もそうだったって祈りましょうなるんです。だから私はね、自分が苦しんだ理由、どうしてこんなことが、まあ、今でも分かんないんですけど、天国行ってからイエス様に聞きますね。でも分かったのは、あ、私のようなサンプル、ね、同じような人のために自分の体験がね少しでも慰めになれば、ね、その時ね私を離れて全部みんなが敵になったと思う、そういう人のために何か味方になれないかな、自分が通ったから、自分がその時そういう人を本当に必要としてたから。あ、これ、ね、宣教用のボートが与えられた、ね、まあ、とにかく主はもうバンバン、ねね、まあ、あの湖の上にあるあの村なんでね、ボートが必要なんですね、まあ、教会の車みたいなもんですみんなで使うね。そしてですね、感謝なことに、ね、あの日本で教会なかったんです、私所属教会、もう霊的な孤児、わかりますか、種族教会がなくて霊的な孤児だったんです。霊的孤児の気持ちわかりますか、ふるさとはあったんです、でも今なくなっちゃった、戻れもしないし戻れたくもないし、でもそのなぜか不思議とこの香川県の津田ね、あのまあ佐藤君の出身の教会 ね津田キリスト教会って言うんですけど、ここがね私を受け入れてくれて、受け入れたっていうよりはね、私が駆け込み寺のようにね避難所のに行ったのだってどこにもないんだもん、うん、だからねすいませんけどここに来ていいですかって、まあ、来るもの拒まず、ね、それで
いろいろ事情あってね、複雑なの全部知ってるのに、そのままで家族として受け入れてくれる。いやー、ありがたいね、癒されるわ本当に。まあこれね、あの全員じゃなくてその小グループなんですけど、本当はもうちょっと多いのね、うん、まあ、そこでね小グループ導いたり聖書の学びやったり、まあとにかくね、やっぱりね、傷を受けるのも教会なんだけど、癒されるのも教会なんです。面白いね。教会で傷受けるけど、やっぱり癒すのはキリストの体、キリストの体を通して。本当にね、頭はイエス様で、その手はね、手足体は教会なんですね。その教会が私をね、もう一度受け入れてる。だから癒されてるの。それでね、もう一度なんていうのかな、立つことができました。だからなんか自分がすごいとか、そんな怒ること何にもない。主の憐れみであり、そして私のことを受け入れてくれたキリストにある兄弟姉妹のおかげなんです。もうひとえにそれにかける。私がもう誰にも言えずぐるぐるやってて、その愚痴っていうのかな、もう許せない思いだなんだかんだぐるぐるをね、本当にずっと聞いてくれる人がいました。なんか牧師だから、働きだからじゃないの。なんていうかな、私もね、変に牧師やってるとね、牧師が見えちゃうの。悪いね。あ、職業でやってるんでしょと思うのね。ところが、全然牧師でもなんでもない、普通のね、まあ、結構予的な人なんですけど、そういう人がね、焚き火しながら、1時間、2時間は特に聞いてくれ。そうかって。そら大変やったな、みたいな感じで。ずっと知ってた人じゃないのよ、私のこと。もうね、まあもちろん、まあ、人間依存になっちゃいけないんですけど、あの時の私はそれが必要だった。まあ後でちゃんとね、イエス様につなげるように、ね、導いてくれたけど、はあ、そういう人になりたいなと思いましたね。自分が受けたから。本当に私その時危なかった、はっきり言って。まあ、今でも危ないんだけど、なんていうのかな、なんていうの、その時に、なんていうの、アカウンティビリティって分かりますか、この責任を負い合う関係。無関心でね、自分で好きにやりなさいじゃなくて、どうしたの、なんか最近あった、なんで分かるんだみたいなね。まあそういう関係、お互いに気にかけてね、ありがたいです。まあ教会の全員と仲良くなるとは言わないけど、まして私その教会でここで育ったわけでもない。、ね、全然ね、私他人だったのに受け入れてくれて、ね、そういう関係が与えられたんですね。で、チャーチスクールクリエイト。ね、あの、なんていうんですか、まあ、そこはね、教会学校じゃない、なんていうの、チャーチスクールっていうのはこのね、うん、サトル君の卒業した学校です。ね、小中課程があるんですね。小中のね、あの教会でやってる学校、ね、そうね、うちの、ね、4人がお世話になって、12人ぐらいのね、もう小さい学校なんですけど、12人のうち4人はうちの子供です。、ね、そこで本当にね、憐れみ持って受け入れてくれたんです、ね、いやー、ありがたかったですよ。まあ、そこはね、もう教会がやってるチャーチスクールだから、本当に御言葉を通してね、まあ、これがあったのが一番、あのその津田に、ね、行った大きな理由なんですね。もうそれこそどこの教会行っていいか分からなかったけど、駆け込み寺じゃなくて駆け込み教会。、ね、避難所のようにここでいいですか、もうね、そのままで受け入れてくれて、まあ子供たちここでね、まあ、勇気もね、ここで何年、1年間かな、あの体験してね、サトル君とあの同じ時期に重なって、まあとにかくね、そのように子供たちも受け入れられて、まあ日本にいる間ね、本当にこう自分の、あ、ここが霊的ふるさとだっていうところが与えられたんです。霊的所属感、すごく大事。一人じゃやっていけないんですね。その中で2021年の1月に、あの一番末のミカが受洗洗礼を受けることができました。これもサインだったな、本当に。ああ、なんていうのかな、子供たちがね、信仰継承、ね、主をね、知っていく。でそれがこの同じね、自分の家族だけじゃなくて、共に神の家族、共同体の中でね、喜んでもらえる、本当になって慰められました、はい、あ、これその牧師先生、
あの水村先生って言うんですけどね、あの津田のね牧師先生、これ私で、これチャーチスクールの先生、ね、はい、で今はいろんな教会をこう回りながらですね、あの、まあ、日本に戻ってきてね、あの、何ですか、もちろんミャンマーにすぐ戻れないんですけど、日本にいながら宣教のためにね、このように、まあ、宣教について講義したり報告したり、いろんな教会でメッセージしたりしながら、ね、主の働きが与えられてるんです。だからこうやって振り返ってみると感謝でしょ、哀れにしかないんです本当に、ね、私だからそういうことが、ね、回復があったので、過去、皆さん過去は変えられると思いますか、過去変えられますか、過去の傷、痛み、過去は変えられないんですけど、過去に対する見方は変えられるんです。確かにその事実、痛み、思い出したくもない。思い出すと、でもね、主が癒し回復してくださった後はね、あ、そんなこともあったね。そういう日が来ます。そういう日が来ます。いつか全部ね、その疑問が晴れてね、はあ、主よ、あの時大変だったけどね、主はこんなにも私は憐れてくださった。その時が来るんです。その時に同じ過去見ても前みたいに痛まなくなった。前だったらちょっと考えるだけでクーッとなったのに、はあ、主は私を憐れんでくださったから許します。アメン。憐れみ、憐れみ。そして天国でね、一緒に読みましょう。3、はい、よくやった良い忠実なしもべだ、お前はわずかなものに忠実だったから多くのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれ、ね、私たちはこれがゴールです、まあ、地上でもちろんね、収穫も見たいし成功したいし、働きがねうまくいくのも見たいんですけど、究極的にはそれは目的じゃないんです。天の御国でね、本当によくやったね、忠実なしもべだって、わずかなものに忠実だった、いいんです、わずかなもの、主人の喜びを共に喜ぶその日が来るんです。それを思ったらね、今の過去の痛み、傷、理解できないいろんな疑問、晴れていきます、ね、一緒に言いましょう。三杯、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死はなく、悲しみも叫びも苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからである。アメン、ね、天国行ったらね、私いつもね、何かあるとこれを想像するんです。天国行った時にイエス様と待って、私はその時、イエス様大変だったんですよ、この時、あの時言いたいこと私いっぱいあるの、イエス様に会ったら、この時なんでこうだったのそうするとね、イエス様ね、私の目の涙を全部こう拭い去ってくるんだって、全部拭ってくれる、癒されます。もはや悲しみ、叫び、苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったから、ハレルヤ、ハレルヤ。その時にはね、その日には今までの疑問、悩み、その疑惑の雲が全部取り去られて、はっきりと主の計画を知るようになります。ああ、主よ、あなたはやっぱり良いお方です。あなたはやっぱり真実なお方でしたね。その時にはっきり分かるようになります。それだけ信じていきましょう。今分かんなくてもいいです。でもね、主は良いお方です。真実なお方、最後まで。その日にはそれがはっきり分かって、目の涙を全部拭ってくれるって。ねえ。それまでの苦労、宣教師、理解できない苦しみあります。今でも分かんない私でも、全部報われます、全部報われます。その日には主が
全てを明らかにしてくださり、そしてそこで永遠に慰めを受ける。アレルヤ、アレルヤ。その日主に賛美して、ああ主よ、あなたの計画導きはやっぱり真実でした。そういう日が来ることを信仰で待ち望みましょう、ね、で、ね、で私の御言葉、示された御言葉はね、私も神よ、あなたは私の若い頃から私を教えてくださいました。私は今もなおあなたの苦しい技を告げ知らせています。年老いて白髪になっていても、神よ、私を捨てないでください。私はなおもあなたの力を次の世代に、あなたの滞納の技を後に来るすべてのものに告げ知らせます。アメン。これ私の告白なんです、ね、若い頃から、ね、皆さんね、こう5日間ねずっと私の証聞いてくださって、ね、それこそ青年の時から大学生の時からずっと聞いてくださって、いろんなことがありました。でもね、私を教えてくれて、今もなお主の苦しい技を述べ伝えています。で、私が白髪になっても、今も結構白髪増えてるんですけどでもね、年老いてもなお私を見捨てないでください。私のこれ今告白なんですね、うん、私はこの主の素晴らしさを後に来る次の世代、これなんです、後に来る次の世代に私はその主を語り継げます。もちろん完璧じゃありません。もちろん失敗もあります。でも体験した主は本物でした。なのでそれを次の世代、若い人たち、これからね、主の道行こうとする人、特に宣教の道行こうとする人に何かね使えていきたい、そういうふうに今でもやってます、ね、え、もしその主のねゴール、栄光のゴールがね、主の栄光を見ることができるんだったらば、この地上での歩みは喜びになります、ね、まあ私もね、あの講義なんかいろいろ冗談言ったり、まあ明かし楽しく言ったんですけど、もちろんいろんなことあったんです。でもね、喜びは信仰で喜ぶものです。はるかにそれを仰ぎ見て喜んだって、イエス様はね、どこだっけ、ね、ヘブル書ね、十字架のその後に来る喜びを見て喜んだ。十二章だっけ、確かね、うん、ね、十字架ですよ。どうやって喜ぶの？はるかにそれを仰ぎ見て喜んだんです、ね、その後に来る影響、地の果てにまで主と共に、これですね私のモットーです。地の果てにまで、言ってみましょう。地の果てにまで主と共に、地の果てにまで主と共に。それを見るときに宣教は、宣教の旅は祝福になります。アメンですか。今の時間ね、賛美、一緒に賛美したいと思うんですけど、あの、ね、賛美する中で本当にこの宣教の主に見上げていきましょう、ね、変にこれから起こるあれこれ心配しないでください、ね、いろんなこと起きます宣教行かなくても起きるでしょでもね、父の果てにまで主と共にいれば、それは喜びに変わります。皆さんお立ちになってですね、一緒に賛美しましょう。宣教の大きなご計画、この5日間ね、いろんな話しましたけど、私たちね、結局何の働きだ、ミニストリーだ、それが大事じゃない。天の御国で主と共に主の素晴らしさを称える、そのゴールがあるならば、それが目的。一緒に賛美しましょう。音高さ。我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、
喜びの歌響かせ、その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる、その日全世界が主の皆高く掲げる、叫べ、おのイエスに、ハレルヤ、栄光とはにあれ。我が神主よ、我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画、天が開き光が満ち、シオンの上にとどまる、救いの御業全地を覆い、喜びの歌響かせ、その正義は平和を呼ぶ、主の御霊が流れる、その日全世界が主の皆高く掲げる、叫べ、おのイエスに、ハレルヤ、栄光とはにあれ。おのなるイエス、おのなる主イエスに、全能なる主イエスに、なる子羊に栄光とはにあれ。叫べ、その日全世界が主の皆高く掲げ、叫べ、主よ、叫べ、おのイエスに、ハレルヤ、栄光とはにあれ。今の時間お一緒にお祈りしましょう。すべて主が明らかに、主の大いなる計画の中で、すべてが益に変えられ、主の御業がなされます。その世界宣教の計画の中で、主よ、どうか私たち一人で触れてくださいますように。どうか主よ、ここにおっしゃるおっしゃる人が、主よ、その主の深い計画の中で、主よ、あなたのビジョンとあなたの御組を仰ぐ見て、主よ、前進します。たとえ苦難があり、そして理解できないことがあったとしても、その暗闇の中にあっても、主が勝利を収めます。主が勝利を収めます。主の栄光を見るその日まで、主が再び来られるその日まで、主よ、地の果てにまで主と共に、地の果てにまで主と共に歩んでいくことができますように。どうか最後に主の天国に会うその日まで、よくやった忠実よい忠実なしもべだと言われるその日まで、どうか主よ、この地上での歩みを守ってくださいますように。最後まで主よ、私を捉えていてください。最後まで主よ、私を掴んでいてください。どうか主よ、右にも左にもそれることなく、いろいろありますけど、あなたが手を握ってくれるならば前進することができます。主よ、あなたが共にいるならば、地の果てにまで、地の果てにまで、あなたと共に行きます。どうか主よ、この主の、あの、ちょっと私、主の共に、主と共に、ここにお一人一人がどうか主を捉えて、その主の道を、主の従う道を、宣教の道を歩むことができますように。どうか主よ、地上での茨を見るばかりではなくて、主の苦難ばっかり見るのではなくて、主よ、その最後の栄光のゴール、栄光の主に出会うその日を仰ぎ見て、
この地上を歩んでいくことができますように、乗り越えていくことができますように、どうか主よ、この中にもそのように私と同じ苦しみがある方がいたら、主よどうか主が触れてください、御霊が触れてください、聖霊によってタッチしてくださいますようお願いいたします。聖霊様、あなたと共にいるならば主をやっていくことができます。主よ感謝、その日全世界が、その日全世界が主の皆高く掲げる、叫べおのイエスに、ハレルヤ栄光とはにあれ、栄光とはにあれ、愛する天の父様、感謝します。主よ、今日主は本当に私たち共に立ち、私を天の御国に、私たちを天の御国に導いてくださること感謝いたします。主よ、どうかここにお一人一人の中で、もしこの中で本当にその宣教の御業、この道を歩む中で、もし私と同じような苦しみ、過去の傷、痛みある方がいたら、主よどうか今触れてください。誰にも言えずもがき苦しんでいる人がいたら、どうか主よ、聖霊様今タッチしてくださいませ。私は知ってるよ、あなたのこと分かってるよ、私もその痛みを十字架の上で経験したよ、その主の御声を聞くことができますように。イエス様は今私たちの苦しみを知らない方ではありません。十字架の上で人々から見捨てられ、弟子たちから見捨てられ、裏切られ、それでも十字架で、その主が私たちの痛みを知ってくださっています。知るだけではなくて、そこからの復活を、その十字架の後の復活を示してくださいました。どうかしよう、ここにおられる方々、今十字架の道を通っているかもしれません。なんでこんなことがということを体験しているかもしれません。理解できない苦しみ、でもその十字架の後に、十字架の苦しみの後に栄光の復活があることを見させてくださいませ、お願いいたします。そしてそれが、その復活とともに主の命を持って永遠の御国にそれが続いていることをどうか見させてください。今の苦しみだけじゃなくて、今の疑問だけじゃなくて、その後に来る復活と栄光の天の御国を仰ぎ見ます。主よ、どうかここにいる一人一人が、この神様の大きな偉大なる計画の中で自分の宣教の働き導かれますようお願いいたします。その神様の天の御国の報いがあるならば、この地上での小さなこと、小さな働き、意味があります。一つも無駄になりません。過去の傷も痛みも全部無駄になりません。全部主が美しく、その日が来たら美しくそれを変えてくださることを信じます。今そう思えなくてもいいです。主よ、どうかここにいるお一人一人に主が今触れてくださいますように。そして私のことを主が憐れんでくれたように、こんな私でも主が回復させてくださったように、ここにおる一人一人にも主が力を与えてくださいますように、立ち上がらせてくださいますように。そして最後までゴールまで行くものと、そして共にその主の宣教の道を喜んで歩む神の家族共同体としてくださいますようにお願いいたします。この共同体に置かれたこと感謝します。このような神の共同体に出会えること感謝します。一人じゃない、一人じゃない、主がいる、そして主が共にいて、そして同じ分かち合う仲間がいるならば、主よ、そういう人が一人でもいるなら
主よ、もう一度立ちます。もう一度一歩歩み始めます。恐れはあるけど、不安もあるけど、でも一歩歩みます。どうかしよう、そのようにしてお互い励まし合って祈り合って最後までやることができますように感謝します。主よ、あなたにすべての栄光を期します。感謝してすべてのことを栄光主に期して、イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝します。